改めましておはようございます。よくいらっしゃいました。今日はちょっと変わったマスクをしております、はい。見えます？光ってますよね、この辺がね、はい。これあのメガネにつけるタイプで、はい、あの見えにくいかもしれません。こういう風になんですね、はい。あの松下、そこにいらっしゃる松下さんが私のためにわざわざインターネットで購入してですねプレゼントしてくださいまして、はい。なんか透明のガンダムみたいな感じの、これまではあのやっぱり透明なねマウスなんですかね、カバーみたいなのをやってたんですけど、 あれをここ顎に当たるんですよね。あとこう耳に引っ掛けてるんですけど、これはですねどこにも当たってないんです。メガネに引っ掛かってるのでめちゃくちゃ楽ですね、はい。でなんか飲んだり食べたりもこの間からできるっていうんですね、まあ、ただあの普段は全部好き好きなんであの入ってきてるんで、まあ、喋るときはいいと思いますけども、あの当分これでいきたいと思います、まあね、このコロナで一番今儲かってるのはマスク屋さんだそうですから、まあはい、当然のことながらで、いろいろ新しいマスク、僕ね前から透明なマスク誰か作らんかなと思ってたんですよね、でまさにこれは思ってた通りのもので、はい、ありがとうございました。はい、はい、では今日も福音の力ですね、というシリーズで、ルカによる福音書からお話をしてまいりたいと思います。今日はねその日が来るというね、先ほど、まあ、この聖句に、ちなんだ賛美歌歌いましたけれどもね、まあ再臨のお話でありますけれども、聖書の箇所はルカによる福音書の17章22節から35節であります。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よあそこだ、見よここだという人々はと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つのである。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ他の一人は残される。以上であります。ルカによる福音書をずっとお話ししてまいりましたが、イエス様の口から、いわゆる再臨のあるいは終末のお話が出たのは、今回が初めてということですね。もちろんこの後にも出てはくるところですけれども、イエス・キリストの教えの中にですね、もちろん自分が十字架にかかり復活するというその告知とともに、やがて自分は帰ってくるというですね、この再臨の告知というものがあったということは、とても
これは重要なことではないかと思いますね。自分はいなくなるけどまた帰ってくるって言った人は世界中どこにもいないわけですから、自分がいなくなるということはみんな確信持ってますけどもね、また帰ってくるっていう確信を持てた人は誰もどこにもいないわけでありまして、そのことだけでもというかね、それはキリストの、イエスの、神性というかね、神としてのご性質を表していると言えるかもしれません。で、この今読みました冒頭のところにですね、その、人の子の日を一日だけでも見たいと望む日が来るけれども会えない時が来ますよっていう表現がありまして、ここに人の子っていう言葉が出てくるんですね。で、福音書の中でイエス様は自分のことを人の子と呼ばれる、ほとんどそういうふうに呼ばれてます。自分のことを私っていうんじゃなくて人の子って呼ばれるんですね。なんで人の子って呼ぶのか、ちょっと違和感がね、初めて聖書を読む人は違和感があると思うんですよね。人間なんじゃけ人の子だろうと、思うんですけれども、実はですね、この人の子っていう表現は ある人たちは当時イスラエルで、流行していた黙示文学っていう週末を描いたファンタジー小説みたいなのがあったんですね。それがすごいもてはやされたんですけども、そこに週末に現れるメシアを人の子と書いてあるものがあったんですね。エノク書っていう書物なんですけれども、で、ある人たちはイエスはこのエノク書に出てくる週末のメシアは自分だということを表現するために自分のことを人のことを呼んでいるんじゃないかと、そのように考えている人もいますけれども、そもそもイエス様は自分が神の子であることすら隠してらっしゃるのに、わざわざその、自分は週末に現れるメシアだということを知らしめるためにこの呼称を使うということはちょっと考えにくいと、私は思っています。でむしろこの人の子っていう言い方は、旧約聖書の中にも出てくるんですけれども、人間の もちろん文字通り人間であると、いうこと、日本語でもね、あの人も人の子だったなっていうようなことを言いますよね。あれだけすごい人だと思ってたのにあんな失敗をして、あ、やっぱあの人も人の子だったんだなっていうようなことを言いますけれども、おそらくそのイエス様が自分のことを人の子とおっしゃるのは、もちろん神の独り子としてこの地上に来られたんですけれども、人間であると、一人の人間として私はここにいるということを、強調するためにですね、人の子っておっしゃったんじゃないかなと、思われます。本来は神の子であるイエス様ですけれども、それが人としてこの世にあることを強調した言い方ではないかなと思います。イエス様以外が人の子と言っても変ですからね、そもそもね、私が人の子はって言ったら多分ものすごい変な感じしますけど、イエス様が言われたら本来は神の子だけれども人の子としてこの日常にいらっしゃるんだなということを、人々に、分からせるというか、そこを強調するという意味で用いられた表現じゃないかなというふうには考えられますけれども、それはそんなに重要なことじゃないんですけれども、その人の子に会いたいと思っても会えない時が来ると、一日だけでも見たいと望む時が来るけれども見ることはできないだろうと、ここ語られた時はですね、まだイエス様はそのイスラエルに現存してらっしゃるわけですね。そこにいらっしゃるわけで、弟子たちはその周りにいるわけですけれども、でもその弟子たちに対してやがてあなたは私を見なくなるよと、私に会えなくなる時が来るよっていうことをおっしゃっているわけですね。現在は見ることができているけれどもやがて、会えない時が来ると、イエス様がいなくなる時が来ると、それは人間いつか死ぬわけだから、当然といえば当然なんですけれども、この表現の中には突然私はいなくなるというようなニュアンスがあるわけですね。だから私は皆さんと会えなくなりますよっていうのは、それは何歳か知らないけど、いつか死ぬわなという感じですよね。
でもイエス様はここで私を見たいと思っても会えなくなるよっていう表現は、まあ、突然そういう時が来るよと、私はあなたの前からいなくなるよっていうような意味でおっしゃったんだろうと思います。そして自分がいなくなった後で偽物が出てくると、見よあそこだ、見よここだという人々は言うだろうが出て行ってはならないと。私がいなくなった後、私の偽物が現れるから、そういう人たちに気をつけなさいというようなことをおっしゃっているわけですね。で、まあ、今はまさにこのイエス様がおられない時代ですね。我々のこの時代、イエスキリストはどこにもいません、はい、会いたいと思ってもね、どこにもいらっしゃらない。まあ、一方でやっぱり私はキリストだと、あるいは私はメシアだと、救い主だと、神の生まれ変わりだみたいな人はいっぱいいますよね、そういう人がいっぱいいる。でもそういう人たちについていくなよって警告ですから、はい、まあ、騙されないようにしていただきたいと思いますけどね、まあ、ちょっと余談ですけど、このコロナの、まあ、流行でですね、特にまあキリスト教圏ではコロナは終末の印じゃないですかというような質問がしばしば聞かれるんですね。まあ、キリスト教、外国ではコロナと言われるので COVID-19 って、ね、英語圏では呼んでるんですけども、 COVID-19 はサイン・オブ・セカンド・カミングかというのをこう検索するといっぱい出てきますね。で、さすがにそうだと言ってる人はいないと私は思うんですけども、でもやっぱりその何か世界的な大きな災いが起こった時に、まあ、世界のクリスチャンたちはこれは終末の印じゃないかというふうに、まあ、思うわけですね。確かに、まあ、聖書を読むとこの世の終わりの前にさまざまな疫病であるとか戦争であるとか、いわゆる災いと思われることが起こってくると書いてありますからね、まあ、そういう意味ではこれも終末の印の一つかもしれませんが、まあ、だからといってじゃあ来年のいつ頃来ますというようなことは誰にも言えないわけですね。でそれを言ったらアウトですから、まあ、その終末の印の一つだよっていうことは誰でも言えると思いますけれども、だから来年の何月何日にイエス様が帰ってくるんだみたいなことを言ってる人がいるんですよ、中には。なんでそんなこと言うのって思うんですけどね。なんかそれと話題性があるからかどうか分かりませんけども、まあ、聖書にはね、まあ、この後書いてあるように突然来ると、誰にも分からないと書いてあるんですからね、そんなことを言うのは、怪しいわけですけれども、ただそのご自分がいなくなる前に必ず起こることがあるよっておっしゃってるんですね。これがとても重要なところで、しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっているとおっしゃってる。やがて私の姿を見なくなる時が来ると、その前にまず必ずって書いてあるんですね。絶対にこれが起こることだと、自分がいなくなる前に起こらなければならないことがあるんだと。それは何かというと、人の子イエス様自身が多くの苦しみを受けることだと。まあ、これはこれまでもご自身の口から告知しておられることですけれども、立法学者ファリサイ派祭司たちによってですね、苦しめられる、また十字架につけられるということも、死ななければならないということもおっしゃってるわけですけれども、まあ、ここでは短い表現で多くの苦しみを受けるということが必ず起こるんだと。で、これは弟子たちにとっては全く受け入れられない発言ですね。そんなこと起こるはずがないと。もうこれだけのものすごい力を持っていて素晴らしい教えをなさる方が、多くの苦しみを受けなければならないなんてことは、この時弟子たちは知る由もなかったと思いますけれども、イエス様はそれを分かっていらっしゃったので、私は多くの苦しみを受けなければならないと。で、確かにイエス様はこの目の前にいる弟子たちに裏切られてね、そして、祭司長立法学者たちによって、死罪となって、まあ、実際に判決を下したのはピラトですけれども、でもそれを陰で糸を引いたのはイエス様を妬んだ祭司長や立法学者たちでした。そして十字架の死を味わわなければならない、多くの苦しみという、まあ、なんかざっくりした表現ですけれども、人類の誰一人が味わったことのない
大きな苦しみを自分は受けなければならないということをイエス様はこの時すでにご存知であったということですね。そして今の時代から排斥されることになっていると。で、排斥されるっていう言葉はちょっと柔らかい表現ですけれども、新旧約聖書は排斥されるとなってますが、この新改訳聖書とか古い口語訳聖書はですね、捨てられるってなってるんですね。で、これが正しい訳です。自分は捨てられなきゃならないんだと、そうはっきりご自分でおっしゃってるんですね。まだこの時イエス様はこのイスラエルの人たちの話題の多分ナンバーワンの人ですよ。今だったらもうヤフー検索、グーグル検索第一番に出てくる、時の人ですよね。なのに私は多くの苦しみを受けなければならない、そしてこの時代の人たちから捨てられるんだと、ね、これほどもてはやされているイエス様が捨てられなければならないと。まあ弟子たちはね、こんなこと言われても全然、ピンとこなかったと思いますけれども、でもイエス様はもう一方でその覚悟を持ってらっしゃったということがわかるわけですけれども、もちろんこの多くの苦しみ、そして、その時代の人たちから捨てられるということの目的はですね、それはイエス様の十字架の死によって、全ての人類が救われるためですから、それが人類が救われるための絶対条件ですからね。で、まず必ず私は多くの苦しみを受けなきゃいけないっておっしゃったのは、自分がこの十字架の死を受けなければやがて自分が帰ってくるための準備ができないんだと。まずこれがないと、この後に起こることがを起こすことはできないんだと、救いのための準備がないと誰一人救われないわけですから、イエス様の十字架の死は人類が救われたもの絶対条件ですから、まず必ずこれをしなきゃいけないんだと。だからまあイエス様の気持ちになるのはとても難しい話ですけれども、人々はイエス様のことをもうまるでこのユダヤの王に持ち上げようとしている、人々はみんなもう本当に大スターとして持ち上げてですね、どこに行っても人々が集まっている。でもイエス様はその一方で、私はこの人たちに捨てられなきゃいけない、多くの苦しみを受けなきゃいけない。でもそのことによって初めて、この世界は救いを、この世界の人たちは救いを得るんだからっていうですね、この現実とそしてこう未来の狭間で、イエス様の心は本当にこう揉まれていたんじゃないかなということをちょっと思うわけですね。でもまずこのことが起こる、起こらなければならない。だからまず必ずっていうこの言葉はですね、短い言葉ですけどとても重要な言葉だと思いますね。まず必ずイエス様が苦しみを受け、この時代の人たちから捨てられると、そのことによってその日が来るわけですね。で、その日は、これは稲妻がひらめいて大空の端から端へ、輝くようなものだというですね、これまあ分かったような分からない表現なんですけどね、まあ要するに突然こう稲光がパッとこう雲の中を走るように、まあ突然、起こるということだったと思いますが、突然現れると。そしてそれはまあ稲光ね、音といい光といい、人々の驚きをね、それを聞いて、誰も雷鳴ってるなと思う人はおらんわけで、うわ大変だなということになるわけですから、多分その辺のことも意図しておられるんじゃないかと思いますけれども、本当に稲妻が、雲の中を走るようにイエス様が突然現れると、ものすごい大ショックで、世界中の人たちはこれを受け入れなければならないと、で、人の子もその日に現れると。だから一旦は見えなくなるけれども、もう一度現れると。これがイエス・キリストの約束ですから、再臨の約束ですね。
これはキリスト教会は、全てのキリスト教会はこのことを信じているわけです。イエス様は一度この地上に来られ、私たちのために多くの苦しみを受け捨てられ、しかし三日目によみがえられた。でもやがて帰ってこられると。それは突然起こることだと。で、この今日読んだ箇所にはですね、その日のこと、イエス様が帰ってこられた、帰ってくるその日のことが2つの旧約聖書の出来事によって、説明されています。一つはノアの時代のにあったこと、ノアの時代のことですね。これは皆さんもご存知のようにノアの箱舟の話ですけれども、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまったと。この、食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりっていうのが面白いですよね。ありふれた日常を過ごしていたということですよね。人々は何事も起こらないかのように、食べたり飲んだり、していたと。でも、一方でですね、聖書を読むと、主は地上に人の悪が増大し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められたって書いてあるんですね。この神様からご覧になって、ノアの時代の人々は悪が満ちてですね、そして常に思う思いは悪い思いばかりが心に、あって、そしてもう神様は、ああ人間なんて作るもんじゃなかったなって後悔するぐらいに、これ例えですよ、比喩ですけど、もう非常に悲しまれて心を痛められていたと。でも地上では食べたり飲んだり目といだり、目取ったり嫁いだりしていると、何事もなかった。この対比が面白いですよね。で、神様はそんな中でもノアとその家族をご覧になって、ノアは心正しく主に従う人であったので、彼に箱舟の制作を命じて、彼とその家族をお救いになったわけですよね。山の上に、でっかい船を作らして、そしてノアとその家族、また生き物のつがいをその中に入れて、それが完了した時に、雨が降ってですね、世界中の人たちが、そこで洪水にあって滅ぼされてしまったと、これがノアの日の出来事ですよね。で、ロトの話っていうのはあまりご存じないかもしれませんけれども、少し時代が進んで、ロトというのはアブラハムと一緒に、カルデアのウルからパレスチナにやってきたアブラハムの甥にあたる人ですけれども、このロトが暮らしていたですね、ソドムとゴモラというですね、その町は非常にやはり悪に満ちていた町であったということなんですね。でも人々は、ここもそうなんですけども、買ったり売ったり植えたり建てたりしていたと、なんかどっかで聞いたような話ですね。私たちも買ったり売ったり植えたり建てたりしてますよね。何気ない日常を送っていたと。でもロトがソドムから出ていったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、一人残らず、その町を滅ぼしてしまったと。で、このソドムに対しても創世記の18章に主は言われたと。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きいと。まあ、誰が訴えたのか分かりませんけれども、ソドムとゴモラの町は、非常に大きな罪を犯していたと。ここでも町の人たちはそんな、自分たちが重い罪を犯しているという自覚はなくて、ただ普通に、暮らしていたと。でも神様はそこに暮らしていたロトですね、その家族をその町から逃がして、その彼らが逃げた後、町に硫黄が降って、滅んでしまうですね。この滅ぶ前に、ご存知のようにアブラハムが鳥なしの祈りをするというシーンがあるんですね。神様がソドムとゴモラを滅ぼさないといけんなと言った時に、アブラハムが、いや待ってくださいと、50人いい人がおるかもしれませんから、その人たちのために町を助けてやってくれませんかと
いや分かった、50人おったら、でアブラハムが50人おらんかもしれない、45人でどうでしょうかって言ったら、45人でもいいよ、30人20人、最終的に10人まで行くんですね。で実際に助けられたのは4人なんですよね。4まで言うときはよかったなと思うんですけど、3とか4とかね。でもまあ神様もまあ10人までは我慢されたということでしょうけれども、最終的に10人の正しい人もいなかった、その町は滅ぼされてしまう。でこの2つのストーリーに共通しているのは何かというと、まあまず何気ない日常が続いているということですよね。だからこのそこに暮らしている人たちからしてみたら、特に何か、起こる感じは一切していない。食べたり飲んだり、目ついたり目取ったり、とついたり、植えたり立てたり、売ったり買ったりしてる、何気ない日常。でもその中はですね、神様からご覧になったら悪が満ちていると。でこれは決してこのノアの時代あるいはロトの時代だけのことではないですよね。まさにこの今の時代も神様からご覧になったら本当にもういつ滅ぼしてもおかしくないというぐらいに、この地上には悪が満ちているわけです。そしてでもその中でも救われる人が選ばれているんですね。ノアとその家族、ロトとその家族は神様の憐れみによって救われるわけであります。で彼らがは救われますけれども、それ以外の人たちは災いによって滅ぼされてしまうと。でこの2つの出来事が人の子が現れる日にも同じことが起こるんだよと。それはこの全世界、一箇所だけのことではない、全世界に対して同じようなことが起こるんだよと。あなたたちは今何気ない日常を送ってるかもしれないけれども、神様の目からご覧になったらそれは大変、目を覆いたくなるような状況だと。でも救われる人もありますよと、助けられるべき人はありますよと。その救いに預かることのできない人もしかしいると。だから終末っていうのはこの選別が起こる日なわけですよね。救われるかそうでないか、助けられるかそうでないかっていうですね、なので非常に残酷な気がいたしますし、まあ、それこそキリスト教の国々で描かれてきた、その例えば芸術とかそういうものの中にはね、この最後の審判、まあ、ミケランジェロは有名ですけれども、この最終的に神は人類を分けられるんだっていうことがずっと語られ描かれ続けてきているわけですね。まあこれはイエス様がはっきりおっしゃっているので、揺るがしようのない事実であろうと思います。でその人の子が現れる日に起こること、それは先ほど読みましたけれども、その日に、屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならないと、同じように畑にいる者も帰ってはならないと。その日がやってきた、イエス様が来られたって言って慌てて家財道具を取りに行くようなことを、まあ、そんなバカなことをする人はいないと思いますけれども、ね、これでどっかに逃げなきゃいけないというようなことを考えても、それは愚かなことだよと、もうその時には遅いよというような意味でしょうか ね。でここでその自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのであるって書いてあるんですね。この地上の生活っていうか、この地上の命にしがみつこうとするものはかえってそれを失うんだと。むしろ、この地上の命、この地上の生活というものに、執着しないで、やがて来る命に、かける人はその命を得ることになるという意味であります。そして重要なのは、
明暗が分けられるということですね。その夜、一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残されると。二人の女が一緒に嘘を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残されると。どっちが救われて、どっちが滅ぼされるのかっていうことは分かりませんけれども、まあ、要するにはっきり分けられるということと、ここで言ってることは何かというと、それはそれぞれ個人個人の責任において起こるということです。グループで、まあ、このグループに入ってれば大丈夫とか、この人と一緒にいれば大丈夫ということはないということですね。つまり神様は一人一人見てますよと。あなたが、あなたのそれこそ信仰が神様に救われるのにふさわしいかどうか、神様の目にかなうかどうかということを神様は一人ずつ見てらっしゃると。だから同じ部屋に寝ていようが、同じ仕事をしていようが、同じところで暮らしていようが、それは救いの条件にはなりませんということが言われているわけですね。最終的には個人の問題だということをおっしゃいました。最後にまとめますけれども、まあ、その日がやってくると、 The day ですね、イエス様が再び来られる日は あるんだと。一度目は人類、私たちを救うために、救いの備えのために来られました。私たちを救うために十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださいましたから、私たちはただそのイエス様を信じるだけでこの終末の救いに預かるわけですね。これ以外いりませんから、ね、いやこれは終末が来るんだったらこれからちょっと生活改めてもうちょっと真面目に生きようかとか、ね、まあ、それはいいですよ、それはそれに越したことはないですけども、ね、もうちょっといろいろいいことしてないかなとか、全然その必要ありませんから大丈夫です、はい、そんなことやっても無意味です、ね、唯一私たちが救われる道はイエス・キリストを信じるだけですね。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださった、ね、もうイエス様にすがるしかないんです結局は、ね、イエス様にすがると、そのことによって私たちはそれこそあのノアのように、あるいはロトのようにその災いから逃れることができるわけですね。その日は突然やってくると、普通の日常を送っているというのが今日のね話のポイントだったです。だから普通の日常を送っている中で突然来ますんで、さあそろそろ来るよと、明日ぐらい来るんじゃないみたいなね、なんかおかしいよみたいなね、そういうようなことはありませんので、安心するような心配なような感じですよね、でも神様は見てらっしゃるということです。神様は私たちがどういう生活をしていようがね、どういう暮らしをしていようが、そんなことは神の目にはあまり意味のないことですね、悪が満ちている、ね、神の思いに背いてこの世界がどんどん進んで、もうこれ以上人間の思い通りにさせてはいけないと思う時が終末だと思います、もう神様の目からご覧になってもう限界という時がまあだいぶ近いと思いますけどね、もう人間が自分の愚かさでこの世界をダメにして、もう本当に混沌としている度合いはひどくなってますから、まあ、いつその日が来てもおかしくないと思いますけれども、でもこの神様は憐れみによってそれを伸ばしてくださって、聖書に他にそう書いてありますからね、神様は憐れみによって伸ばしてくれなかったらとっくの通り世界終わってますから、今日の一日は憐れみの一日ですから、食べたり飲んだりしてください、はい、立てたり植えたり、でもその一方でイエス様が来られるんだということを私たちは忘れてはならないということですね。それに備えなきゃいけない、災害に備えてね、皆さんもいろいろ備えていらっしゃると思いますけど、非常持ち出しのバッグとかね、預金通帳とかね、いろいろやってますそういうの、私一応防災士の資格を持ってるんですこれでも、はい、でもやってないのでしばしば妻に怒られているんですね、
防災士なのとかって言うんですね。はい、白状いたしますが、はい、まあなんとかなるわってどっかで思ってる、ね。はい、いい加減な防災士もいるんですけどね。他の人が大変な時にはもう一目散に、私駆けつけていきますけれども、はい、でもまあ私の心のどっかでは、まあこのね世界にどんな災害が起こっても、そんなことはあんまり、大したことじゃないんですね。私にとって重要なのはイエス様が来られた時に、ね、ノアの箱舟に入れてもらったノアのようにこのイエス様に、を救っていただけるかどうかということが重要なのでね、まあ、それ以外はまあ それほどでもない、ね、はい、防災士返済しなきゃいけないですね。自分の命を生かそうとつためるものはそれを失い、それを失うものはかえって保つのであると。まあこの地上の命にこだわる気持ちは全くありませんし、もうイエス様にお預けしてね。でも信仰だけが救いの条件ですから、もうこれだけしかありません。イエス様を信じることによって、イエス様が来てくださる、それに備えていくというですね。まあ逆にはね、こんなに簡単な備えはない、一銭もかからないですから、はい、何の面倒もないです。イエス様を信じますと、ね、お救いくださいと、ね、それだけでいいわけですから、感謝なことです。お祈りしましょう。天皇お父様、その日が来ようとしております。私たちの目には何も起こらないように、ノアの日もそうであった、ロトの日もそうであった、変わりのない日常が送られている。でも神様、あなたの目には全く違った風景が見えております。神様、イエス様が備えてくださったこの救いの道を私たちは歩んでいることを感謝いたします。あなたを信じて、それぞれがあなたにお会いするその備えをすることができるように。しかしそうでない方も大勢いることを覚えております。神様、どうぞその心に語りかけ、心の備えをさせてくださるように心からお願いいたします。憐れんでください。また私たち一人一人がそのために用いられますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。